今日はあやかし座、久々のレンジでございます。トライアングルゾーン、細田真央、宇賀達也、長瀬直彦と、今回の特別ゲスト田島和樹さん、そして、田島さんがやってらっしゃる合気道道場、治療院を兼ねてらっしゃるにお邪魔して、ベクタービューリーオーナーズ TV プログラム石型スプリットをお送りいたしますので、ヨロピコ哀愁ということで、ね、こちらも田島さんが書かれた書でございまして、私一目惚れしまして、今日特別に飾ったというですね、今日は愛気と舞踏と題しまして、私が念願懐に入れながら、足の裏から出入りさせながらね、恥ずかしめてね、忘れもした、うん、海も捨たよというところでね、土方辰巳と上芝森平からなる二大巨大な宇宙、私にとって巨大な宇宙なんですよ。これを存分ガチ勝負したいなっていう思いはずっとありまして、田島さんと出会っちゃったわけなんで軽有な縁がありましてね、まあ、縁とは本当にまか不思議なもので、縁こそに尽きると申しても過言じゃないというようなね。では今日のゲストをご紹介しましょう。田島和樹さんです。どうも、あっち向けばいいですか。ああ、もう全然向いてもあっち向けばいい。決して怪しいのではございません。田島と申します。怪しいです。私たちはあやかしいだけだ。じゃあ、細田さん、一言ね、どうぞ。何言えばいいのかわかんない。わかんないって、ちょっと私に振らないで。あ、そう、じゃあ、古川達也、今日はぶん投げていただけるそうで、私、今日は張り切って、袴なんて入ってみました。備蓄見えてるわよ。ああ、やめて、はい。神聖な道場で、それフラチなこと、ふざけてない。真面目にやろうよ。苦い土方辰巳だ、バカ野郎ってねえな。そうね。そういう思いがありまして、でもね、土方さん好きなんでしょうがないんですよ。はい、誰が何と言うのね。好きこそもの上手なれと。で、私が出会ったのは、最初は舞踏ではなくて、合気道の方だ。そのテレビ、白黒テレビ、昭和の白黒テレビ、ブラウン管で西野さんの演舞を見まして、たまたまバラエティ番組から、はい、一貫でやってらっしゃって、僕もちょっと行ったことあります。で、こういう内容をしたのが向こうからやってくるんだけど、最後にしたようにボン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 次から次へ投げられちゃって、小学校ぐらいの時から見た覚えがあって、これなんなんだ、なんかすげえことが起こってるけどわかんない。あ、塩田先生、うん、西野さん、あ、そうだったの。そんなに飛ぶつはわかんないですけどね。わかんないけど、でもそういうふうに感じたの。で、俺が感じたのはもっと大事なことは、これ本当なんだって感じちゃった、直感しちゃった。人間ってこんなもすげえことができるんだ、最高じゃん、じゃあ俺どうなの。で、少年が思う、悩んでに、お母さんのおっぱいも吸わなかった、私はね、ビーガンなんで。いくつの時？あ、老僧思想を学んだ頃だから。いくつの時？はい、すいません。怖い。平成になる前ですよね。昭和ですよ。ね、まだね。小学校ぐらい。小学校。そうなんだ。まあ、それで、それでまあ忘れてるわけよ、悩みもあって、ね、死にたいとなんか一回も思ったことないよ、私は。それもちょっとね。私はね、狂気の沙汰を生きながらね、まあそのことはどうでもいいけど、それで田中美のところに入ったんだよ。それで舞踏を学びたくてじゃなくて、なんかやりたくてしょうがなかった。なんか命かけたくてしょうがなかった。何でもよかった。ヤクザだろうが、デビエだろうが、何でもよかった。たまたま田中美だった。で、ミンさんがみんなの前で上芝森平の話をした。で、上芝森平のことは知ってたの、知識で。で、鉄砲の弾を避けるって話をして、ゲーッと思って、もうその時僕は突っ張ってたから、
素直じゃなかった。こうなんかはにかんじゃってさ。そういう時期ありますよ。あと、いじいじ、いじいじ、いじいじ。それね、そんな時期だったから。で、ミンさんの話を、こう、と前から聞いてたの。すげえのがある。あるんだ。存在するんだ。ほいで、それどういうことなのかって言って、ってるうちに古川達也に会って、塩と踊るっていうのがいる。で、教えられて、今 YouTube ですけど、見たら、おう、わおって泣けちゃって、本当に素晴らしいんだよ。正真正銘、偽物だらけなんだよ、世の中ってのはよ。こいつもこいつも。そこに光明があるっていう。光明は。本物の光明だよ、いい？ほら、光明は鳴ったよ。で、まあ、土方辰巳。これも一方の優で、俺にとってはその合気道を上島さんからずっと田島さんからももう流れがブワーって流れてるわけよ、俺の中では。こう、なんていうのかな、ダイナミックに動く宇宙なのよ。踊ってる宇宙なのよ。そのもう、計り知れない恩恵があるわけ。で、一方で舞踏もあるわけ。で、この二つってね、相入れないところがある。真逆なの。合気道ってのは和合なの。本当の意味の和合なの。世界平和なんか簡単にできんだよお前ら、一発で。それが合気道、本当に本当にそうだよ。それで一方の武闘はっていうと逆なの、死滅なの。全部ダメ、全部ダメなんだよ。甘い汁吸ってんじゃねえよ、味のこと。動物実験やれよ、もっとやれ、もっと、もっとダメだ、もっと。ナーブ。必死で突っ立つ死体って言ったんですよ。必死感立つには。なるほど。面白いじゃん。武闘とは必死で突っ立つ死体だと。じゃあマーちゃんやってみて。やだ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 。やめてそういう振り方、自分でやっていや、ありがとうね。じゃあ必死で突っ立つ人やるわよ。共通してるのはあれですよね、まあ、武闘にしろ、まあ、合気道に限らず武道にしろ何にせよ、いかに引力と同化するっていうのはありますよね、うん、だから必死に死体を立てなきゃいけないでしょ、うん、筋骨隆々で立つから武闘にならないしね。引力と武闘やる人で、あのジム通ってる人っていないでしょ。どうなんだろうね。ねえ、いや、いマッチョになってないけど、武闘やるとそれは武闘とは言わないね。でね、なんかね、私そう面白いね、田島さん。だからほら、もう引力との効果ね。だからもうちょっとしたら、うたたねもそうですよね。え、うたたね、あ、うたたねな、うたたねとか、あるいはもうギリギリで卵のように卵立ててるようなもんですよね。岩名まさき、ああそうそう、岩永さんもね、三回軸もそう、うん、だそういう僕は非常に舞踏を見ててね面白いと思ったの。まずそれが一つだね。で、なんていうの、不分に使えるか、リズムじゃないじゃないですか、ちゃんちゃかちゃんたらかさすが分かってらっしゃるね。トンじゃないぞ、リズムのないリズムね。渋沢さん、渋沢達彦と同じこと言って、連続の非連続性。あ、なるほど、うん、この合気道のこう筋肉っていうのもいわゆるスポーツのマッチョの筋肉と違うでしょ、全然。うん、あの、ね、若い頃は、ね、鍛えるのもいいんですよ、うん、あのまあ、中国武術的に言えば外三五、うん、外側のね3つ、うん、筋骨皮、筋肉骨皮膚、やっぱ鍛えるのが大事なんですね、うん、ただ人間おにゃーと生まれたら当然死に向かっていくわけだから、うん、大事なことは内部を鍛えるんです。それ内三五、うんね、私はこうインナーマッスルっていう内的な筋肉だったり、うん、あとこう精神とかこう心とかっていうそういう、うん、なんか神経とかっていう内的なものであったりっていう、多分ね、インナーマ
スルっていうのはね、意識ですよ、うん、こういう筋肉は意識でしょ。だってインナーマッスル意識したとき意識でしょ、筋肉じゃないんですよ。だからちょっと例えばここからここからね、ここまで行くのに1時間かけて重心移動しましょうって言ったら、これ筋肉じゃないでしょ、うん、意識。まさにまさにそれが武闘ですよ。筋肉動くけれども、でも武闘、うん、インナーマッスルってのはまあね、流行りやすいっていうかね、うん、そう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 、うん、スピ系にね、うん、流行りなんて、例えばあなたの前世はちょっと待って、あの坂道を自転車で、坂道を自転車で登るときに、やっぱりその同じ坂道をこうよく通う道だと同じ坂何回も登るじゃないですか。でのこう自転車で漕いで登りきれる人、もう全然ダメでこう降りて転がして登るしかない人。それはね、面白いあの表現なんですよ、うん、でね、自転車いらないんですよ、うん、平面でしょ、ちょっとでも傾斜ついただけでものすごく引力感じません？これも大事。歩いた方がまず分かりますよね。足の裏。自転車っていうのはやっぱり筋肉でしょ。そうそうそう。あとはほら、なんだろうな。歩いた方が分かりやすいですよ。平坦なところとちょっと坂になってるところ、まあ、歩いた時に中心を感じるでしょ。これ足の裏なのよ。足の裏。肘川さんがさ、走るってこと。俺は走らない。俺は走らない。地べたを走らせて。いいとこだ。なるほど、なるほど。なるほど、わかんないですよ。わかんない。さすが、田島さん、嬉しいな、俺。僕の師匠もね、うん。合気道じゃないですけど。うん。合気道じゃない。お前らは、地面の上を歩いてるだろう。うん、分離してるんだ、うん、俺はな、地面と歩いてるんだって、ものすごくなることを、それでね、あることがガラッと変わったんですよ。ガラッと意識がね、スコーンと変わった。地面と歩いてる、あ、素晴らしいマントラだ、うん、素晴らしいぞ。まさにそうですよね、これ忘れてるからダメなん本能なんで、地面と一緒にはいるのは、いつも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 鳥じゃあるめんし。いや、動物はできてんの。だから鳥以外、うん、動物はできてんですけど、知覚がないの、うん、だから悟らないし、修行がない。そう、だ、人間はすごいんですよ、本当はね。そう、百獣のライオンじゃなくて、百獣の人間のはずなんですよ。どんどん悪くなってんだよ。分かればね、だ、自覚が難しいですよね。簡単なのにね。簡単なのね。超簡単、超簡単。自覚がないとこんなに害になる気がないですからね。そうだよ。猛毒激悪。害そのもの。もうやめて、地球人。もう出てて、地球から。でも分かんないの。死んでも分かんないんだよ、おめえらよ。ゼメーミル。だから未だにね、タバコのポイ捨てする人は圧倒的に、おじいさんに近いおじさんの方が多いですよ、見てると、うん、やっぱり段階の世代、ね、段階の世代、うん、ボテ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 生まれてね、ボテ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 ヤムロミも殺されて、ひじかつの段階の世代だよ。あ、もうね、悪いこと全部したから、みんなの世代じゃないですからね。やっぱり教育もあるんじゃないですか、戦後教育とかね。戦後教育はね、うん、戦後教育だよね。戦後教育、戦後教育、戦後教育、戦前の教育なんかもっとひねやがる。はい、従軍やん、増やしゃいっす、ほらやってこい、やってこい、ほらな、シャブ漬けにしてはね、兵士が、わーい、気持ちいいわ、気持ちいいわ、なんでもいいわっつって、あ、拷問だろうが、人殺しだろうが、レイプだろうが、やぼてってよ、バイバイ、かわいそうにね、かわいそうに。だから、塩田さんが、これからは、こう、もう、争いのための武道じゃなくてね、手をしたというのは、俺は何度も泣けるな。和合ってね、難しいんですよ。妥協ではないんでね。まさに。それ、勘違いしているのはね、とんでもない間違いなんだよ。だ、結局、宇宙の中心は一つじゃないですか、うん、10センチの円も円の中心も一つじゃないですか、10キロもね、それは孤独っていうんですよ。本当の孤独はそうなんです、うん、
で今はね寂しいからみんななんか仲良しクラブたくさん作ってね、それで自分の中心を自覚しないでもう縁ね偽のロエンに執着してだからダメなんて。これ面白いね。いやいや10センチの円の中心も10キロの円の中心も1つっていうのは1センチでもらう。だから孤独っていうのは別に寂しいとかって感情じゃないんですよ。そうなの。ある種の姿です。そう姿現象、うん、フェノメネな孤立じゃないから、うんうん、だからカスタネがもう孤独についてさ戦士は孤独であるべきだと事実カロスカスタネ、うん、うん。戦士というのは、呪術師というのはスペイン人から本部がありましたよ。おー、わー、グレイト。日本語訳だけど面白い。スペイン人が日本語訳くれた。あれも面白いですね、カスタネダね。あれはなんか空手の型のようにも見えるし、おーおーおー太極拳のようにも見えるしね。おー、面白いな、うん、で、すごい東洋的。ああそうですそうです。こういうふうに動くと腎臓にとかね書いてあるのね。肝臓にだとか、これ東洋だなと思って、いや見方が面白いな田島さん、うん、なるほどね。西洋的じゃないですね。そうですね、うん、いや新鮮だな。これ新しいカスタネを知ったんだけど田島さんの気候ですよね、うん、言葉で言えばね総合的というか、そうそうそう、統一法というかね。そうですね。でこう大事なことは言葉っていうのはこうまさに言行一致で肉体化してるわけよ。上島さんもそうだし田島さんもそうだし土方もそうなの。全部こう血肉化されちゃったこと。観念って言うけど思想とか哲学とか言うけど終わっつらじゃない。確かに、いやまだまだですけどね僕はね。ただそういう風になるべきだってのはすごくわかりますよ。うん、素晴らしいこと言ってるのにじゃああなたはって言った時もうメッキしてる人も多いから。メッキ、うん、本当に多いですよ。ペラペラバギの皮が剥がれてね、つい最近もそういう人に会ってね怖い。明るいこと言うんですよ。明るい素晴らしいこと言うんだけどもじゃああなたは何なのって突っ込んで話したら地金が出てきた。地金が喧嘩しそうになっちゃった。怖え。いや相手がやろ、私はやりません。和風ですから。私はあの相手に、ま、間合いをちょっと詰めただけなんでね。こんなしてるのことしません。怖え。つつくのは好きなんだよ。全然しょうがない。成瀬さんのは根底にあるのはやっぱ愛だから。それ知ってます。愛してるぜベイビー。愛してるつってですよね。上島さんの本を読んではっきりと愛機能の愛はラブである、あの愛であるって書いてあって、わーおすっげー。で神道を見直した。どっか小馬鹿にしてたとこあったけど俺は。僕もほら戦後の生まれじゃないですか。でねクリスマスやるバレンタインデーはでもどんどん日本の祭りしなくなってるでしょ、うん、だ僕祭日は、まあ、昔旗火って言ったら日の丸あげてるんですよ。日の丸あげてるだけなんですよ。僕右翼でも左翼でも全く政治的思想関係ないけど右翼と思う人もいるんで、ね、単なる旗じゃない、ね、お子様ランチの上に立ってるんだけど。 Yeah right、だから逆にあれを見て連想するそういう洗脳がはびこってる。そうその通り。ただの旗です、はっきり言っちゃう。もう想像力っていうのはね、枯渇してる、干からびてる。これ致命的だよ、諸君。想像力で言語っていうものは、言葉があってものがある、常識っていうものがある、法則っていうものがある。全部すっかりかに狙い死にしちゃえ。そっからしか始まらんぞ。どんなことも全部なくすんだ、全部自己滅却で。その辺ブッダってのは凄まじい男だ。凄まじいですよね。だって、ま、大体の宗教って負けを良しとしてるでしょ、ま、素晴らしい経験をすること自体負けをだって言って、一番普通が一番すごいんだよってこと言ってますからね。いや負けはあるんですよ、まあ、狐が爆発とかね、素晴らしい体験とかものすごい霊能力を身につけたと勘違いさせるようなね。ただそれすらの魔境だと。そうだね、悟りじゃないと。もっと先進みなさいよと。まさに、うん、今日ぜひお聞かせ願いたいのは
田島さんが神秘体験をしたっていう話。神秘体験はないですよ。魔境は経験しました。でね、そうね、で難しいのは今会話してるでしょ、うん、我々は文章、例えば文字を書く、これ会話をする、そういう世界じゃないのは意識の世界なんですよ、うん、コンシャスネス。そうだよ、コンシャスネスね。でその意識から戻ってきて、うん、それをこう構築してか、あの話するって結構疲れるものなんですね、うん、だテレパシーってそういうことなんですよ、うんうんうん、でも言います。ね、あることがあって、そしたらいろいろ人間考えるじゃないですか。ところが考えがね、一人歩きしてしまう、止められなくなっちゃう。例えで言えば、壊れたそのエレベーターがね、どん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 もう上から下にどん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 こう止まんなくなっちゃった、そんな感じ。それにそっくり、そういう感じですね。無限運動、確かにね、さまじい奈落の底へ無限運動。アカシックレコードとありましたよ。でね、瞑想状態にならないとあそこ行けないんですね。で僕は体験はしましたけど、その数日間の記憶はもうあんまないんですよ。まあ、普通に生活してたんでしょうけどね。食べてはいただろうし、便利にはいただろうしね。でもね、気迫なんですよ、うん、戻ってきて、これ俺ひじりになっちゃうかもしれねえなと思ったら、なんか面白いな、凄まじいな、それで、ね、ステージがあるんですよ。あとね、ダリの絵じゃないけどね、面白いね、肉眼で見るのと同じなんです、イメージなんですね。無限のこういう平面が続いてるんですよ、ね、でそこにね、一本柱があって、アリンコ歩いてるんですよ。で、あるアリンコは触覚で柱に触った、あ、障害物だ、避けて向こう行っちゃった。で、あるアリンコは触覚で触った、あれなんだろうと登ってみる。面白い、これが気づきなんですよ。面白いな、全くそういう感じでしたね。だから広さはいいんですよ。で、簡単に言えば広く浅くとかいいじゃないですか。あ、こういうこと言ってんだ。ただね、ビジュアルがすごい、うん、三次元ビジュアル。そうですよね、ビジュアルがすごいですよ。だからといってあれですよ、あ、その後の人生変わったってないけども、え、変わんないですよ、そんなん変わるわけないじゃない言い切ってるし、変わんないですよ。ただなんとなく、あ、そういうもんだなっていうのはこどっかありますよ、あるけど、だからといって悟ったりとかね、スピリチュアルセミナー開こうなんて、ね、そんなのない。聞いてるかおめえら、偽物。なんか自分の生活の中ですごくこう習慣が変わったりとかしなかった。習慣はね、自覚した時に初めて気づくんで、習慣ってのは癖でしょ、うん、無意識を意識しない限り意識化できないんですよ、うん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 、だからそれ自覚しないと、うん、でそれをきっかけに変わった習慣とかは別になかった。そんなとね、うん、今まで左手で拭いてたら右手で拭くとか、そういうのはない。そうなんでもないあ、今たぶらかされちゃった、俺、あやかし座の座長がたぶらかされちゃった。恐るべき男がいる。いや、便所神でね、そういうこと左手で振ったら右手、便所に神様がいるよね。そういうこと、手が振る、そういう第三条の神様、大きな意味じゃない。でね、僕がね、そうだ、うん、それより以前に僕ね、記憶がね、1歳ぐらいからあるんですよ。え、なんでこんなとこ来ちゃったんだろうとかね、うん、で当時の家の間取りとか全部覚えて、床の間があって、当時ほら床の間あったじゃないですか、どんなボロ屋でもね、うん、長屋でしたけど、床の間があってね、そこ床の間のね、ベニヤが腐って穴開いてたんですよ。ブワーンとベニヤがね、腐って下に落ちてた。象徴的だね。でその当時思ったのは、この奥行ったら地獄かなって意識があったんですよ、うん、当時地獄っていう言葉を知らなくても、知らなくてもあったの。それは知らないね。自分あとは宇宙ですよ、あとは宇宙、あとは宇宙、何かこう得体の知れない不安みたいな、そうそう、そうそう、まあ、不安というか、まあ怖いですよね。いるか、どこに繋がってんだろうとかね、漠然としたね、漠然とした、まあ前世があるのかどうか知らないですけども、もしね、
思い出そうとしたら思い出せんじゃないかと思うけど、忘れてることいちいち思い出す必要ないでしょ。言わない、ね、そんな暇ねえんだよタコ。今が大事ですからね。イカタコも食った、イカも食ったよ。私ビーガンになっちゃってね、失敗したよ。あ、それ失敗だなんて言ったらお母さんが許さないよね。お母さんからも感動されて、どうでもいいよんなことは、ビーヘアなのだから。あ、クソくらいよ。ほらそろそろ投げてもらう時間がなくなるよ。じゃあ投げてもらう時間が来ましたので、もうこの指先一つでね、世界ひっくり返してもらう。ちょっと説明、アイキっていうのは広い意味では宇宙と一体となる、天地と一体となるってあるんですね。ただあまりにも漠然としてますね。で、狭い意味ってわけじゃないんですけども、アイキっていう、そうですね、まあ技術的な体のその、体と意識の操作の仕方があるんですよ、それはね、相手の力を抜いてしまう、どんなに頑張っても。で、相手の力の次元に立たないんですよ。争わないってそういうことなんですよ。ちょっと、で、今どこか、その通りなんです、はい、普通ね、争わ、はい、いや、持ってやるのは分かりやすいんで、こうしっかり遠慮しないで踏ん張ってるんですよ。で、普通争いますよね。で、争ったらぶつかるんで、なんか逃げたくなるんですよ。角度を変えたりとか、方向を変えたりとか、このまんまなんですよ。しっかり持ってくださ い。おい、俺、できそうだな。板の間だったらごめんなさい。遠慮しなくていいです。どんどん、べっちゃいっていいですよ。おしんと、いいよ。だから、いろいろ動くんですか、やって。人間人形だよ、これ。人間人形。田島さんがいながら来たることになっちゃってる。あの、正座してやるのとか。あ、いいでしょ、うん、すげえな、これ。みんな見てる、ちゃんと。マジックだよ、ほんまに。これはね、あの、合気道の、源流となった大統領合気柔術のあるんですよね。まあ、その中の鍛錬法でもあるんですけど、非常にユニークでね。普通、あの、合気道の場合、ここからやるんですよ、はい、ここから抑えられて、こう倒すんですよね。でもね、ここからなんですよ。これ上げるって難しいんですよね。しっかりグッとやります。なかなか上げづらい、上げづらいですね。上げづらいですね。しっかり押さえてくださいね。で、これを上げるのには、例えばちょっと前かがみになって体重を預けるとかってあるじゃないですか。体重預けないんですよ。まっすぐ座るだけ。What's up? It's amazing. これゆっくりやってるんですよ。ゆっくりと速いと同じなんですよ。同じなんですよ。当てる場合だぞ。普通ゆっくりって言うと、ゆっくりやるからいいと思うでしょ。ゆっくりやっても力が入っちゃうもんなんですよね。今、本当に力なんて、ゆっくりで速いんですよ。すげえ、ももの世界が。ももですよね。そうそうそう、そうですよ。だから、いかないでしょ。遠慮しないですよ。ね、このまんまなんですよ。That's great. なんか上手。もっとも始まる。もっとも。持ってないでしょ。うん。触ったらもうみたいな。こうじゃないでしょ。やらないですね。違うんですよ。これ螺旋。おっ。わあ。すげえ、マイマイかぶりになってる。でこうやって。田島さんの舞台に出させよう。ふわっていきますね。そう、だから力抜くんですよ。で、踏ん張ってね、普通踏ん張るんですよ。あの、自分の体重を利用して、はい、こう、要するに浴びせ倒しですよね。そうですね。浴びせ倒さないんですよ。中心をこう、細いんですよね、中心ってね。感覚的には、まあ、ピアノ線みたいな細い中心が、上から下、ね、遥か上空から地球のマントルまで、で、他の天体まで行ってると、あとは分かんないですでこう、そういう感じで中心を、で、座ると。ほんで、しっかり、なんでもいいんですけどね、しっかりでも力抜いても、入れても同じなんですけど、僕やってること同じなんで、螺旋でこうなりますよ。そうか、中心っていうのは、すげえ、カオス理論だ、これ。点と言ってもいいし、点の連続は線と言ってもいいしね、まあそれは観念ですからね。すげえ。
だからほら中心つってもね、はい中心整えましたって背骨じゃないんですよ ね、うん、レントゲンで映らない両親力が中心なんですよ。自分の中のイメージみたいなものですか。あの、うん、イメージはいいんですけどね、あのね、イメージって邪魔します。イエーライすっごい大事、うん、だいたいね、イメージって言うと自分の都合のいいことなんですよ。イメージ逃げや、ロットが当たりますよとかね、うん、そうそうそうね、だから、うん、そういうの抜きにしたイメージだったらいいですけど、なかなかそれも難しい。感覚として線があるわけですか、体の中ありますね、うん、こう、あ、今これ線がちょっとずれたとか、あのもちろんレントゲンが映らないんですけど、本当にあんの達也。例えばね、立った時に、大体の現代人はかかとの方に非常心が行ってるんです。だから靴のかかとが減ってるとかね、はい、本当にね、立つって難しいんですよ。そう、これ舞踏と一緒で、本当に座るってもっと難しい。座禅、歩くってすごい難しいです。 Yeah, right. 本当の意味の歩くってね、だからそれを常に歩く時もそういうの心がけてますよね。行牛ジャバ、ジャバ行牛ジャバ、美空ひばりですね。リボーラー空です、皆様。違う違う、ついていけなかったです。トンマガンなんて歌わなきゃいけない。なんてよベイビー、愛してるよ。やばらかしい、やばらかしい。そうだね、座るの質問でしょ。 あれですよ、行事さんね。これ全部映ってるんですか。そう、全部映ってる。じゃあ中やりましょうか。大サービスだよ、諸君。はい、でぶつかると逃げたくなっちゃうんですよ。それを体さばきと称してるんですけども、そうですね、やりますね。体さばきは内部でやるものなんですよ、体さばきしてもぶつかってるんですよ。じゃあ一緒に動いてみてください、はい、一緒に動いてください。変わんないじゃないですか。そうですね、ね、逃げてるで変わらないです、はい、逃げてるんですよ。逃げない、本当です、ね、ここにいればいいんです。おおおおちょっと尻尾ついちゃった持たれた瞬間ですね、こう入ります。痛いよね、やっぱり。すげえ。はあ。だからこう持たれても、おお。これはチョッカーなんですよ。おお。すげえ。で優しいんですよこれ。あのね、今板の間でちょっと大げさにやってますけども、僕がね、本当もっと優しいんですよ。例えば、はい、お手返しって技があります、はい。ここまで曲がってたらね、痛くて崩れるだけで。ここはこうなんです。なかなかね、手首反らしてるって言ったらいけないです、はい、ね、これ螺旋なんですよ。やってください、やってください。この時、俺ぐらいの勢いで、この時、遠慮しなくていいですよ。おお、すごいな、何か決定的な何かが起こってんだよ。だからそれを決定的な、ここまで曲げたら痛いからね、はい、だから関節技じゃないんですよ、実は、はい、ここ曲げないんです、こっ手を曲げない、曲げないの、曲げないんです、頑張っていいですよ、はい、遠慮しないで、はい、いいんですか、本気で、遠慮しないでください、はい、ここじゃなくて、こっちなんです、あ、相手の中心に、おだから、曲がってないんです、これこれ、洗脳じゃねえの。洗脳じゃねえ本物のだって言葉で田島さんが言ってさ、ここに繋がってる。頑張りようがないです。先生だからそこは術師なんだよ、田島さん。こうなるじゃなくて丸め込んで、はい、術師やりますね、はい、やらないんです、このまんまの自由自在なんだよ、田島さんこうなのは。おっ、自由自在なの、ここが一番肝心なところ。え、古川さん、合気道さ、今までやってきて、それでもやっぱり不思議だなと思う。まあ、見りゃ分かる感じ。全然痛くもなんもないもん、ね、そう、痛くもじゃないもん、嬉しいだろ。だから和合なんですよ、うん、例えばこういうのありますよね、うん、2強、はい、これ痛いでしょ。投げられる、投げるほど、うん、投げられる、決まったとかそういう話じゃないですよね、これ、これ痛いんですよ。痛いです、怖いですよね、うん、そういう関節技だと思いがちですけども、違うんですよ、痛めないんですよ。これ痛いですか、何もない、痛くない、何もないです。相手の中心、もうゆっくりでいいんです、ゆっくりで、いいいいって言ってる、いいって。さあ、こう相手に怪我をしてないで、でこれは実際にはね、ここから始まる部分なんてありえませんから、まあ、一つの鍛錬法とかね、体のその意識と体の操作の仕方と割り切ってやらないと。そうですね、ここにあんまりね、武道的な意味を持ち出して。ああ、田島さん、あ、素晴らしいな。天狗になる人多いですよ。素晴らしいな。聞かないとかね、聞かせられるとかね、はい、でやってますよ。
触れればいいんです。触れた瞬間触れたらもう、ま、負けなんか、はい、何でもいいですよ。ひだめこれ何でもいいですよ。両手も使わなくても何でもいいです。何でもいいです。あーいやー遊んでるなー田島さん。かっこいい、遊ぶのも大好き。かっこいい、遠慮しないでいいでしょ。何でもいいですよ。何でもいいです。そうそうそう、何でもいいですよ。遠慮しないで。これ何ですよ。今今の分かんなくて。ちょっと2人で束になってかかってる。やだよ。ああ、やだ。ええー。同じでしょ。抜くんですよだから。ほう。本当に力を抜いて、それはもう浮いてるんです実は。浮けば浮くほどものすごい重いんですよナイルは。はあ。それを沈みというんですね。はあ。それは沈みなんです。すごい。で、よくリラックスって言いますけども、リラックスってね、そんなに深いもんじゃないんですよ。沈みなんですよ。せいぜいこれぐらいでしょ、リラックス。そうですね。羽毛ですよ、羽毛ね、軽いんですよ、こう。触れてくださいね。ダウンね。軽いんですよ。おダウン。今の、すごかった。軽いんですよ。しっかり持ってもいいんですよ。なんでもいいんですよ。変わんないですよね。変わんないんですよ。おぉ危ない。おいすげえ人間人形ダンスだ変わんないの、ね、元がふわっていくのは全然どこでも重いんだ。何でもどこでも場所でも触ったら触った場所で何かやられる。時空革命だ。指でこうやりますか。あじゃあはい、はい、起こしたり指でも同じ。おおすごい。指で鍛えて押してるわけじゃないでしょ。ですよね。はい、頑張ってでしょ。はい、じゃあ頑張ってください。足踏ん張っていいですか。前後もう全身全身で、指でこう、あ、この方が強いんじゃないですか。まあ、そうですね、この方がいいです、ね、これは痛いですよ、僕だって。そうですね、指が痛いです、ね、指じゃないんですよ、体なんですよ。えっ、あっ、危ない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 後ろ痛い。だから取りに来るじゃないですか。はい、取りたらもうこうなるじゃないですか。おい、一人勝ちだぞ。めっちゃ面白い。最高だよな、これ。だから、例えば相手がついていきます。ちょっとついてきて、はい、これも同じよ。もうダメだな。後ろ来た。ダメだ。あ、これやってみましょうか。向こうへ棒があります。ちょっとね、杖術というのがあるんですけど、杖と書きましてね。ただ、ちょっと長いんで短いのを使ってます。これも同じなんですよ。体の延長なんですよ、はい、しっかり持ってくださいね。何でもいいですよ。これをね、こうあるいは押し込んだりとか、うん、こうやってもいかないでしょ。5体の感覚なんです。こうなんです、抵抗しようがないか。抵抗しようがないです。持ちますよ。螺旋なんです。これ実は螺旋がこう入るんです。螺旋、うん、見えないですよ。こういう動きを、なんか力の動きをしてるっていうことです。そうではないの。人間の螺旋なんです、本当は。つむじが巻いてますね。そうですね。指紋も回ってるし、うん、きっとね、本当は螺旋と円形なんです。 DNA もだから直線通からぶつかるんですよ。ああ、そうだ。争いはね、直線なんですよ。 Yeah, right! 円はね、喧嘩にならない。 Yeah, right! こうなんです。おお、ゆっくりでいいんですか。おお、お茶の間の皆さん、奇跡が起こってます。しっかり持ってるでしょ。いやしっかり持ってもなみたいな。踏ん張りました。はい、踏ん張りましたけど。しっかりせえ。遠慮しちゃダメです。遠慮しない、遠慮も何もない。あれこれは全然いいんだけど、このまんま変えないんですよ。相手を崩そう、倒そうとしてこういうふうに、あ、いかない、いかないでしょ。これ作為なんですよ、はい、相手と一つになるんです。この状態変えないんですよ。そこに螺旋が入る。コマーシャルの時間ですか。まだ大丈夫ですか。コマーシャル。コマーシャル、すごい素晴らしい。皆様。コマーシャルやっていい。私はね、ずっとこう感慨深げに生まれていたわけですけど、我が上両親を選んでね、この地球にね、わざわざこの地球に生まれてきたんですよ。投げられてましたけど、はい、まあ、続けてね、頼むんですよ。今日はよく寝られます。マシャルサスケ、これあの一方的にやっつけてるんじゃないですか、これね、一つなんですよ。
投げと受けと一つ。いいコマーシャル。はい、もう気の流れで。映ってますか。そう。はい。この後ね、次回のライブのお知らせです。あ、私は出ません。気の巡り合うのと、まあ、回りますか。毎月のライブなんですけれども、次は、ほらね、本当にね、原稿一致しない家に初めて会ったんですよ。あんまりないですもんね。チャージ4000円で、ツードリンク付きです。そういうところはね。7時開店、8時開演。で、ライブハウスビッチェスブリューは、あまりにもね、忙しくてね、ちょっと信じられないビッチェスブリューで検索していただけると、カタカナで入力しても、多分地図が見えるので、ビクラ行前室予約がなくてもお入りになれますので、ね、ぜひお越しください。それぐらいよろしくお願いします。そうだしょ、楽しみですよ。むっきりやってるわな。おビッグバンに戻るわ。 Yeah, yeah, right! はい、コマーシャルタイムあります。はい、じゃあマオちゃん踊って。綺麗よ、マオ。じゃあ踊るよ。はい、マオジェン未来の行く超ナジャー人間人形時空仕掛けの魔王ジェミアウダシステル寝る前に飛べ音は神なナガブラフマやめるまい姫よ美しくあれ毒も死も美しくあれ全ては儚く全ては愛しく命はそのまま残酷であり人とともに舞い葬られ Spiritual avant-garde de nostalgia. Let the beauty romance. Hey, okay. Kyukyoku no mito wa shoumetsu nari. Kieyo, jinrui yo kieyo. Humankind.Meltdown 虫のごとくあれ Like a worm Yeah, right Like an asshole ハクション大魔王すみませんハクション大魔王の世代なんでそうなのよアグリちゃんも可愛かったからなみんな元気でね下の屋根も吹っ飛ばして元気いっぱい頑張りましょうねそれではまだ時間があるということは私もねじゃあ一通りさせていただきましょうかね、はいはい、タラン、タラタラ、タラン、チュラン日がな一日、神戸を垂れて死刑囚の国語島であと13秒One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven.13 Okay, I died. One more kiss. One more kiss me, please. Until I die.
I never die. I never die. I just love you forever now. Vazava Ubaab. Buto Aiki. Shoumetsu. Enchoksen Datai.言語、概念、思想、肉体、境界、身体のありようよ。思い知るがいい。我らは無限の可能性を秘めた。うつなる箱、ボイスシステム。無能な線しっわしゃみやんざこ生き方Distraction. John Lydon and African Bambara. 世界は美しい、そして残酷だ。Yo, I fuck you!この地獄を楽しめ救済ならない舞台などどこにもないよ。ああ土方、うわあ愛は残酷だな。いやー最高だぞベイビー。限りなきように永遠の愛を打ち示す。これが体なるぞ。コルプス、ボディ、システム、空っぽなの。ボックス、パンドラの箱、玉手箱。
時空容器。Time zone! Void zone! Nah! Yo! 武藤と愛希、これこそは、その呪術的結合こそは真の世界平和ですよ。断言です。あらゆる思想、それを具現化することだ、血肉化することだ。ごめんね、次の曲出ちゃった。まあ、そういうことだね。はい、ありがとうございました。まだ時間あります。素晴らしいね。できることが行われておるんですけれども、生きるということはね、暮らしというか日常というか常に多岐にわたりますよね。平凡凡凡たる人というのはないんではないか。まあね、でも衣食足りて礼節を知る、生活しなきゃね、いけない、うん、でもね、もう一個あるんですよ、うん、衣食足りて礼節を知る、こちらにね、童心の中に餌食、まあ衣食ね、道を求める心があれば衣食はついてくるんですよってのと対になってる。そういうふうにね、思うとね、好き勝手やりたくなっちゃいますよね。それでいいんだよ。それが大事なんですね。それはオッケー牧場って言うんです。さあ、オッケー牧場、うん、好きをなせ、あんたの好きなことすればいいの、うん、人殺したいの、でもこう、うん、いいよ。なんか足りてても、なんだろう、足りてないような錯覚を起こされちゃうもんね。こういろんなもの宣伝されて、本当は衣食足りてるのに、ね、これがないとあなた満たされてないですよ。それはね、洗脳、ね、これを買わないとあなた満たされませんよって。もう絶えず宣伝が入ってくるからね。でもね、絶えず、うん、静かにしてればね、わかりますよ、自分がね、うん、なんとなくね、自分が迷ってるからね、フラ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 ぶっこいてね。便利なものって不便じゃないですか。そうなのね。でもね、この間スマホに変えたでしょ、ガラケーから。便利ですよ。忘れたりすると本当不便。なんか困っちゃうなーつってね。困っちゃうね。最初からなきゃ不便もないんでしょうけどね。最初から生まれてこなきゃよかったんだよ。なんかね、電気も、あ、ここソーラー発電だって聞いたんですけど。そうね、僕ね、大震災があったでしょ、うん、頭きちゃってね。頭きちゃった。おい、当然ソーラーシステムもっと安くすればいいし、もう変なところ、オリンピックだったら60億以上無駄になったでしょ、うん、ねえ、で除染で何兆と使ってんだよ、除染で。でも除染してないんだよね、実際に。そう、未成しかしない。全部キャバクラのお金になっちゃう。覚醒しかしない。無駄な金をね、ほんと要所要所に使ってほしいですよね、うん。で、床屋団にして、床屋の親父がね、客と話、しょうがねえな、俺だってああやるよっつって、俺が総理大臣になったらもう俺はこうやるよっつって、もうそこだけでしょ。話として同じ。じゃあどうしたらいいか。そうそうそう、一人一人が変えるんですよ、一瞬。だから一瞬で変わるって長さが言ってるのは本当その通り。意識変えることですよね。そう、それから床屋団にもいいけど嫌いじゃないけど、政治家が悪いなんてね、悪口言ってるんであれば、そうそう、瞑想して意識するんですよ、うんうん、なんか怒ってる暇があったらね、そう、意識を変える。ちょっとしょうがないんだからね、うん、だよね。面白いね。でも不便さを楽しむっていうのはもう一つの、そうそう、何でも楽しむのがいい。そうそうそう、どんな地獄だろうが、悲惨な地獄だろうが、不便さを楽しむっていうことができるようになると、この消費の地獄消費地獄から抜けられますよね、震災があってしばらく
節電つってね、うん、外暗かったじゃないですか、うん、お月さんも綺麗ですね、ろうそくで暮らしたことある、あのまんまやりゃいいのに、うん、まあ喉元過ぎてればなんとやらんだね、またテレビやバラエティ番組でくだらないのやってるでしょ、わはわはね、でもインターネットのおかげで田島さんに会えてね、そうそうそう、そういうご縁もあるんですよね、功罪はあるんでしょうね、功罪はあるんですよね、まあでもね、あと5分前、5秒前ね、私なんかその3日ぐらい前からさ夜家の中の電気1個だけで暮らすようにして、うん、それもなんかもういらない時は外から窓から入ってくる明かりで暮らす、蛍の光ですよね、蛍の光ですね、結構楽しい、おかえの窓から閉じられてね、大体これずつ過ぎでしょ、うん、ねえ、これももう100年以上持ってるんですよ、わー素敵だよね、だ木を切っちゃかわいそうって言うけども、うん、ここにあったら生木よりかもっと持つんですよ、そうやってね、我々日本人の先祖はそうやって物を大事にしてきたでしょ、ね、だってもうだから一生使えるものを買うことですよ、それこそ知恵ですよ、知恵です、買うなら一生使える本物の知恵ですよ、こういうのだって鉄は一生持つんだもん、じゃあこれなんか貧血にいいでしょ、鉄牛なんだね、これでね、炭でねお湯沸かすと柔らかくて美味しいの、お湯自体は美味しいんですよ、でそれでお茶作るでしょ、本当にうまいから、さゆっていう言葉があるんですね、日本語にはね、白い湯とか、白い湯、ね、大好きでね、本当だよね、さゆ大品がね、いい上品な日々ですよね、で あの田中泯の時のにいた時に、こうトレーニングするわけですよ、もう飛んだり跳んだりするわけ、音楽がダン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 で決まった動きをするの、型があって、それをダン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 ビャーって行ったり来たりする、もう2時間ぐらいやってて、もうヘロヘロになるの、でサッカーで鍛えたって自負心があったんだけど、こうなんかヘロヘロになって、その間際にこうちょっと時間の済んで作用の水じゃん、生水じゃん、いいんですね、もうすちょっとしか飲めないわけじゃん、さゆってのはちょっとあったかいっていうか、ゴクンって飲めないから、舌をまさに喉を潤すという感覚が身にしてみた瞬間でしたね、なんてこう水をっていうのはありがたいのか、まさに命だと思える瞬間、何気ないことを日常を俺たち凄まじい速度で追いやってるんだけれども、ちょっと待てよってことはいつもあるだよ、もう永遠に待てっつってもいいの、心臓止める人がいるように地球の地軸を傾けちゃってもう回転なくしちゃうこともできるんだよ、人間はそこまで高度なシステムがしつらえてあるんだけど、いかんせんそれも 90% 以上眠ってんだよな、で田島さんやってることはそのシステムを目覚めさせちゃってるから、さっきみたいな何これ、よく自由って言うじゃないですか、うん、でも自由っていうのは、うん、我々相対的でね、不自由に対しての自由なんですよ、うん、それは本当の自由じゃないんですよ、じゃないね、うん、本当にフリーダムってのは浅い、だいたいあの西洋は浅いんですよ、鬼畜米You're so fucking system, right? だってさ、アリストテレスはさ全然動物には心がないとか言ってて、そういうなんかそういうものの上に積み重ねてきた文化なの。やっぱりね、あのキリスト教いいのかな、あんまり宗教的なこと言わない。神様がいて、その下に人間がいるでしょ。で人間はその下の動植物を支配していいっていうふうに言われてるんですよ、だからそうなっちゃう、うん、だよね、矢をよろずじゃないんだ、矢をよろずじゃないもんね、矢をじゃない、全然違うんだよ発想が、発想が違う、同じ人間とは思えない、うん、だから人間、同じ人間同士でも奴隷にしちゃうわけですよ、平気で植民地にするわけですよ、平気で、うん、自分は働かないで奴隷を前やれってことだよ、うん、ところが世の中変わって自分が働かなくちゃいけなくなっちゃうじゃんね、だからバカンスをたくさん取るんですよ、で日本人もね、あまね、あれがあいいなぁと思って、とんでもない、彼らはパツキンブロンドで、彼らは奴隷がすべき働くということを やってるから、だから休むんですよ、だから罪の意識があるから、面白い、日本だったけどこういうものを作る職人がいるでしょ、南部鉄がね、これ働くことが喜びでしょ、彼らはちょっと違うんだよ、やっぱマネー喜びじゃない、まずまず、だからだからなんか根本から考
語が知らないと、まあ、だんだんね変わってきたんでしょうけどね、本当に根本から、うん、だから日本に魅力がある外人がねたくさん来るじゃないですか。で、田島さんの家系は戦国武将ですよね。私の家系はですね、 母の旧姓は浮田って、まあ板橋はご縁があるんですけど、浮田秀家の子孫で、浮田秀家の奥さんというのは前田利家の娘の郷姫なんですよ。宮沢りえの映画でねやりましたけど、それの子供が、直接のご先祖さんになります。だ田島さんにお会いしてから思うのはやっぱりこう武将の心意気っていうのがこう日本なんです。いやそんな大げさなもんじゃないですよ。今の限り嘘じゃないですけどね、その間にいろんな人の血とか遺伝子が入ってるでしょ、無名のね、どういう人かね、わかんないですけどね、根血だよね。まあね、で根血っていうものとその純粋性ってさっき田島さんがあの古川君と組手やってておっしゃったの線みたいなもんで、うん、そういうところがポワーンと匂ってくるんだよ、こう武将の戦国武将の心意気だな。今ほら二人舞踏やってるじゃないですか、うん、でやっぱ見てて面白いですね、舞踏はね。あ、本当、うん、嬉しいね。結構ね、僕いろんな舞踊の会とか舞の会に行くんですけども、あんまり違わないし。行った行った。今日ブレイカーよ。家元とかいるでしょ。宗家とかね。何々流の宗家とかね。で僕から見たらね、もう形ばっかりで内部が覚えてないしね、これああ宗家のうまいだから舞踏はそれをなんだろう、実験的に常に破壊しようっていうのがあるんですよね。そう常に本来ね、歌舞伎にしてもそうですよ、ね、そう全身座っていうのはね、この間中村アバンギャルドっていうのはそういうもんな、中村ね、なんか梅之助さんとかね、そのお父さんとかやってらっしゃったけど、やっぱり伝統はね、そのまんまにしておくと腐りやすいんですよ、さっき合気道のことで田島さんおっしゃったよね、同じですね。そういう生まれた時は前衛だったんですよね。そうなの時間とともにね、だって伝統を破壊するのは革命でしょ。 Yeah, right. でも革命そのまんまだったら革命が今度伝統になってくるでしょ。そう それ繰り返すわけでしょ。ただね、ただ人間がやったらダメなんですよ、伝統と革命を作為的にやったら、あれはね、やっぱり無理がある。新陳代謝じゃなきゃダメですよ、整理だ、そう整理でしょうね。だ田島さんのやってらっしゃることってのはやっぱ福岡正則とバッチリ。顔はあの部屋のね、うん、老子の思想ですよね。あ、はい、だから言ってることとやってることがピシャーッと一緒になってて、こう気持ちいいんだよな、こっちは。僕は原稿一致っていうふうにまだね言えないですけど、いやいや、とんでもない。まあ目指してはいますけどね。とんでもないですよ。百姓のやり手ですよ。いいですね。そうね、百姓があるね、100ネーム大きいね。もうそろそろ終わるかね。ね、もうそろそろ終わるで、じゃあまあ、そうですね。じゃあまあ来週はないんですけどね、まあ来月はまた違うタイトルでやりますんで、魔女と術師ということでね、特別ゲストをお招きして、今日はもう皆さんありがとうございましたね。素晴らしい。はい。